家島空港は沖縄県国上郡家村にある地方管理空港である。定期便は運航されていない。1975年7月に開催された沖縄国際海洋博覧会の関連事業として開港している。家島の中心部あたりに設置されているが、もともとは戦前、日本陸軍によって作られた家島東,東飛行場がベースとなっており。 第二次世界大戦後の連合国軍の施設占領と変換を経て再整備の上で新たにターミナルが建設された。現在も自家用小型飛行機の訓練受け入れや救急患者を移送する必要性から職員を配置し稼働している。島の西側にはアメリカ軍の演習場となっている家等補助飛行場があり、その滑走路は並行して設置されている。 空域もアメリカ軍空域内のために運用の制限がある。2008年10月までエアードルフィンによるチャーター便が那覇空港との間に運航されていたが、同社の事業休止により現在に至るまで定期便は再開されていない。年間利用客数は国内14人。家と空港付近の空中写真。右側の滑走路が家と空港。 真ん中の滑走路は家等補助飛行場。左側の滑走路は米軍施設である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。1977年撮影の5枚を合成作成。1975年当時の皇太子同妃の法記及び沖縄国際海洋博覧会会会式の出席に、 反対する過激派グループが那覇空港で騒動を起こす可能性が指摘されたこと、東欧空港が同博覧会の開催地に近く利便性及び開会式出席の支障になる可能性が低いこと、那覇空港の混乱を想定し予備空港とするため開港計画が進捗した。なお、同博覧会閉会式前の翌年1月17日に交代し、 同飛が東空港を利用し、ええを訪問している。ありがとうございます。